メンタリスト DAIGO さんの発言についてですよね。これもかなり話題になっておりまして、DAIGO さんが何を言ってたかというと、まず言っとくけど、僕は DAIGO さん別に嫌いではないです。ホリエモンも嫌いじゃないです、全然。ただ、あの件に関しては2人ともはてなって思ってます、正直言うと。あれの件に関してはね。ただそれ以外のことに関しては、僕は、すごいなって思う部分もすごく持ってるので、別にその、個人的にどうこう叩きたいとかっていう気持ちは何にもないんですけども、こういう投稿をされてたんですよね。これ、3月28日ですね。まだ〇〇〇〇のことで騒いでいる人のために、頭の悪い人に打つ〇〇〇〇が必要だと思う。という言葉に何か納得したって投稿してるんですよ、X。もう一度言いますね。まだ〇〇〇〇のことで騒いでいる人のために、頭の悪い人に打つ〇〇〇〇が必要だと思う。という言葉に何か納得した。だから誰かがこうつぶやいてたのか、誰かが言ってたんでしょうね。まだあれのことで騒いでる人たちがいると。まあ、簡単に言うと僕とか、藤江さんとかね、みたいな人たちのことを言ってるんですかね。まあ、もしくは、問題研究会のことが、の話題を見てなのか、ちょっと何を見てなのかわからないんですけども、ただ、あれのことで騒いでいる人たちのために、頭の悪い人に打つ、あれが必要だと思うって。それについて、妙に納得したみたいなことを言ってるんですよね。で、これを受けてですね、結構いろんなところで、ちょっと前にコヤッキーさんの件があったじゃないですか。僕も動画に撮りましたけども、コヤッキーさんの件って何かっていうと、そのあれをね、接種が推進されたときに、案件として広告、知り合いの広告代理店から数百万円で、それを進める側のね、動画を撮らないかっていうことで、オファーがあったと。数百万円の。かなりの額だったって言ってましたね。今まで来た案件の中で2番目に高かった。一番高かったのが1000万円。で、2番目に高かったのがその案件で数百万円。具体的な数字までは言わなかったですが。って言ってました。で、僕はそれでもなんか断ったっていうことを、なんかよくわからないものね。やっぱりそれできないから断ったっていうことを言ってたんですが、ということは他の、あの当時すごいいろんな YouTuber さんを使って、まあ、いろんな専門家の先生が出てね。推進する動画がめちゃくちゃ出たんですよね。で、そういう人たちは多分案件として結構金を受け取ってたんじゃないかっていうことで、やっぱりみんな金かみたいな感じでね、まあ、みんなの怒りが噴出してたと思うんですけども、まあ、正直なところね、みんな受け取ってたのか、自分がね、自主的にやってたのか、それは分かんないことなんですが、まあ、そんな中で言うと、ホリエモンだったりとか、メンタリスト DAIGO とかもどちらかというと、そちら側の、ね、推進する側の発信をしてた人たちだと思うんですね。で、これを、この投稿を見て僕が思った感想を一つ言うとですね、僕は、ホリエモンさんとか DAIGO さんとかがお金を受け取ってるかどうかっていうのは僕はわからないんですよね。推進をする、進めるために仕事としてお金を受け取ってるのか、受け取ってないのかっていうのは僕はわからないです、うん。受け取ってないかもしれないですよね。うん、ただ、受け取っていたとしても、受け取っていなかったとしても、僕はお金のためにやってるんだったら、こんな投稿いちいちしないと思うんですよ。多分。する意味がないからね。うん。したらまたお金もらえるとか。なんかそういう感、レベルではないと思うんですよね。きっと。だから、僕の、あくまでもこれ僕の予想ですよ。予想ですけど、多分ああいう人たちっていうのは本当にあれがいいと思う、まだ信じてる人たちなんだろうなというふうに僕は思ってます。言ってる感かもしれないですけども、あくまでも僕の想像では、多分本当にあれがいいと思っているからこそ、こういう投稿ができるんだろうなというふうに思ってますね。だからお金のためとかじゃ、お金をもらってたとしても、お金をもらってなかったとしても、うん、お金のためでこういう投稿してるとはちょっと考えにくいなというふうに僕は思いますね。っていうことが一つと、もう一つがですね、まあ、コヤッキーさんの話で、もし、いろんなね、当時 YouTuber さんが、そのお金を受け取って、もし推進動画を出していたとしたら、あれ、お金を受け取っている以上、まあ、何か契約かなんかしてると思うんですよね。そうしたら、過去動画ね、消せれないと思うんですよね。もしその、
依頼側が消していいよって言ってくれればもちろん消せれると思うんですけど、依頼側お金を払ってそれを推進するための動画を作ってるわけだから、案件としてね、もしやってたら、そしたら依頼側の許可がないとあれ消せれないと思うんですよ。あと批判することも一切言えないんですよね。だから途中で、なんか違うなと思ってもごめんなさいってことも多分言えないと思うし、消しますっていうこともできないと思うし、だから案件ってそういうことで考えると、よっぽど自分が心から進めれるものじゃないと、怖いですよね、逆に考えるとね。で、多分あの頃はみんなよく分かってなかったと思うんですよ、みんな。まあ、それも残念なことなんだけどね。で、まあ、本当にいいと思って、で、その自分もいいと思ってることが案件として来れば、もちろん受けると思うんですよね。だけど、なんか様子が違ったって分かって、本当は僕はね、そういう人は謝ってほしいし、撤回してほしいなと思ってるんですけども、もしそれを案件としてやってたら、それはなかなかできないんですよね。だから、なかなかその推進してきた人たちは、時間が経ってね、やっぱり間違ってました、ごめんなさいっていう人が、なかなか出てこないっていうのは、やっぱりそういうのも一つあるんじゃないかなというふうに思いますね。